新しい名前はオービジョンアイスアリーナ福岡。現在休館しているパピオアイスアリーナが来年4月に営業を再開することが明らかになりました。サイブガスホールディングスの道永幸典社長は会見で、休館中のパピオアイスアリーナについて、来年4月1日の営業再開を目指し、今月15日から改修工事に入っていることを明らかにしました。名前はネーミングライツでオービジョンアイスアリーナ福岡となります。道永社長は行政やクラウドファンディングで支援が広がったことに礼を述べた上で、収益性のあるビジネスに大きく育つようグループ一丸となってさまざまな仕掛けをしていきたいと抱負を語りました。